こんにちは、りょうです。えー、それではね、今日も元気よくお金の勉強していきたいと思います。今日のテーマ、これですね。副業で本業がおろそかになるは本当か。副業の本業への影響を6000と。えー、こういうテーマでやっていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんで、興味のある方はまた見ていただければと思います。えー、質問いただきました。いつも勉強させていただいています。ベンチャー企業に勤めている荒沢女子です。 学長の動画を見て副業をやってみたいと思っているのですが、私はあまり器用ではなく、本業に悪影響が出るのではないかと不安です。今のところずっと会社員でいるつもりなので、副業のために本業がおろそかになるような本末転倒は避けたいです。本業に悪影響を出さず、副業を軌道に乗せるということは可能なのでしょうかイメージができません。抑えておくべきポイントなどがあればアドバイスいただきたいですと。こういう質問いただきましたんでね、えー、結論から言いたいと思います、えー。副業は本業に悪影響を与えるどころか、プラスの影響があると言えるということですね。 えー、とはいえもちろん注意点はありますんで本業をおろそかにして副業に熱中みたいな本末転倒なパターンは避けたいんでね、えー、この動画では えー、データで見る副業の実態についてと、えー、副業が本業に与える良い影響4 0と、副業が本業に与える悪い影響2 0と、これについて話をしたいと思います。えー、質問者さんのようなね、えー、副業への不安とか悩みを持っている方って多いんですよねで。僕の元にも日々こういった質問が来るんですけど、えー、今日それらがすっきり解決すると思いますんで、えー、ぜひ最後まで見てほしいなと思います。でね、えー、解説いきましょう、えー。副業の実態ですね。 副業の本業への影響については、まずは一般的なデータをチェックしてみたいんですね。えー、リクルートキャリアによる兼業・副業に対する個人の意識調査によると、えー、ここですね、えー、この兼業・副業をしたことで、本業に対して生じた変化っていうのはこんな感じなんですね。えー、非常にね、えーいい 影響,を与えて影響を受けててるって方が多いんですね本業の仕事の魅力を改めて感じたっってていうののがすすごく多かたたんですよね本業の魅力を改めて感じたりとか新しい視点が手に入ったりとか効率よく仕事ができるようになったりとか、まあ、かなりの人がポジティブな変化っていうのを感じてるっていうのがこのデータから見て分かります。でパーソル総合研究所の副業の実態意識調査でもね副業,副業による本業への変化っていうのはこんな感じなんですね。会社への忠誠心とか目標達成意識とか とか貢献意識とか、本業のモチベーションとかね、集中力とか効率性とか、全ての面で副業によって高まった人が低下した人よりも多いっていう状況ですね。副業することによって改めて今の会社の良さが分かったとかいう人が多かったってことですね。どうでしょうね、皆さん。こういうデータを見る限り、本業がおろそかになるというよりは、本業にいい影響があるっていうことも考えられるんだと。あんまり悪影響の心配ばっかりしなくても大丈夫かな,も大丈夫かなと、そう思えるんじゃないかなと思います。ということで 次からはね約3年の副業歴で目標の副業と資産運用で月20万円以上を達成済みの友人の小人株のね実体験を通して生の声を入れつつ解説していきたいと思います。でここですね「副業が本業に与えるいい影響4選」と。 えまず1つ目、成果に注目するようになるんですね。えー、サラリーマンっていうのはおおむね働いた時間に対して給料をもらう働き方ですよね。えー、何時間働いて決まった時間に行けば、成果が出なくても基本的にはお給料というものがもらえると。ところが、副業っていうのは成果に対して報酬をもらうわけですね。えー、どれだけ頑張っても100時間かけたところで成果が出なければお金にはならないと。その一方で、成果につながる行動ができれば1時間でも数十万円を稼げるということだってありえますからね。えー、1時間で数十万円稼ぐ人って。 結構世の中にたくさんいますから。で、友人の小人株の曰くね、えー、副業を始めることで何時間働いたかではなくて、どれだけの成果を出したかってことに注目するようになりましたと。今までどうしてもね、やってもやらなくても、給料が一緒なんだったら、どうしても時間でね、考えちゃうと。何時間あたりの時間の切り売りで考えちゃうってことですよね。それが副業をやり出したことによって、どれだけの成果を出したかっていう、そういう視点で見るようになったと。経済的に自由になるにはね、時間の切り売りをしすぎないってことが、えー、僕自身が思うには大切かなと思います。 で当然、本業にもね、えー、効率化のための、えー、施策を考えたりとか短時間で成果を出すために高い集中力で仕事をするとかそういった変化が現れるんですよね、えー、のたのた作業してずるずる残業してってことは、コビト株も一切なくなったと、えー、これはコビト株に限らず、周りの友人とか見てもね、えー、こういったことを言っている友達は非常に多かったですね。 2つ目、心にゆとりができると、副業で収入が得られるようになると、えー、いざとなったら会社を辞めてもね、収入ゼロにならないぞって思えるようになるわけですね。 それはお金にまつわる5つの力のうちの、えー、稼ぐ力が育ってるからですよね。えー、最悪、えー、やっぱり会社がなくっても自分は生きていけるぞということですね。すると心にゆとりが生まれるんですね、えー。心にゆとりができたことで会社の人間関係も円滑になると。やっぱり上司とか、えー、ここで生きていかないといけないんだって、えー、この給料がなかったら自分は生きていけないんだってなっちゃったら、どうしても他人に、ね、人生をコントロールされちゃうわけですよね。理不尽な会社の要求を飲まざるを得なかったりとか、えー、自分に、ね、余裕がないから。 えー、暮らせないってなったら理不尽な要求飲み込んだりとかどうしても嫌な上司でもう辞めれるんだったらすぐ辞めたいのにと、えー、思っちゃうわけですよねでも行き場がなくなっちゃうとでも、えー、やっぱりねこうサラリーマンやってるとおか金少なかれこういうタイミングってあると思うんですね先輩ネチネチと絡まれて腹が立つとか仕事にミスがあって落ち込むとか上司に納得のいかない評価を受けたとかねそういったことってみんなあると思うんですよで えー、小人か威こういう時でもあまり追い詰められた気持ちにならなくなりましたと、えー、自分にとって一番大きい副業の効果はこれだったかもって、えー、そう言ってましたねやっぱりね逃げ道があるとか選択肢があるって思うだけで心にゆとりができると思うんですね、えー、最悪もうめちゃくちゃ顔も見たくない上司だけどでも別に辞めたかったら今日にでも辞表を叩きつけて別に給料ね、えー、もう入らなくなったって自分はいつでも辞めれる権利自由があるんだって思うだけでもだいぶ心にゆとりってあると思うんですよねでも絶対この人 と一生この後関わり続けていかないといけないんだってなったらなんか発砲下がりっていうかね目の前真っ暗になっちゃいますよねだからやっぱり、えー、最悪他でも生きていけるんだっていうのは非常に心にゆとりができるとこれが副業のメリットの一つですね で人を動かすことについて認識が変わると、えー、個人で稼ぐ力を求めて副業を行う場合今まで使ってた肩書きっていうのは使えないケースが多いんですね、えー、どこどこの株式会社勤務ですとかね、えー、何々部所属とか部長とかね、えー、社歴何年とかこういった肩書きを全て取り去って仕事を得ると、えー、仕事を取りに行くやり遂げるってことになっていくわけですね、えー、そういった状況で取引先とかお客さんとかチームメンバーなどを動かすには自分自身にスキルとか魅力が、えー、必要不可欠なんですね、えー、副業でその状況 と経験すると会社での出来事の見方が変わってくると、えー一、一回ね、裸一貫でやってみることで、自分自身で戦ってみることで、いろいろで、いろんなことの、ね、見方が変わってくるわけですね。副業開始前は、えー、朝礼でね、部長が誰にも響かない話っていうのをしていたときは、早く終わらないかなって思ってた人、先輩が上司の指示にね、免、え、獣、ー、副杯と、えー、表ではね、へこへこしてるけど、えー、腹の中では別のことをね、えー、思って、反してるというか、えー、別のことを考えてるというかね、えー、反抗してる。 そういったのを見た時に「ああうわめんどくさい人たちだな」って思ったりとか、えー、自分自身が後輩に頼み事をする時に「あんまり嫌がられないといいな」とかそういったぐらいの感想しかね副業開始前は持ってなかったとでも副業をしたことによってどうしてそうなったのかとか人はどうすれば動くのかとか、えー、そういったことに関心を持つようになったって言ってましたね、えー、朝礼でね部長が誰にも響かない話をしてた時に、えー、どういう話し方だったらじゃあ部長の意図は伝わるんだろうって自分ごとに置き換えて考えるようになったりとか 先輩がね上司の指示に面従腹敗なのを見た時に上司の指示のどこが反感を買ったのかと、ね、どういったところが、えー、腹落ちしてないのかっていうところね考えたりとかで自分自身が後輩に頼み事をする時も後輩側のメリットが見えるような頼み方ってあるかなとかねそういったことを考えるようになったと同じ出来事が起こっているのに捉え方が変わってますよね。 で、えー、僕自身も思うのが会社の看板もないとかお金もないとかそんな中でどうすれば人にね動いてもらえるのかもし自分だったらどうやって人を動かすのかこれらを考えるってことは対人コミュニケーション能力がアップするんですよね他人を見ながら自分ごととしてどんどんそういうのを考えていくことによって日々の出来事でもどんどんレベルアップするんですよねさらにそういうことをしていけば自分に看板ついてきたりとか、えー、技術ついてきてね自信も湧くしどんな時代でも食べていけるようになっていくと、えー、個人で強い人っていうのは人へのお願いとか人を動かすっていうのも非常に重要す 上手なんですよね。 でその辺もやっぱり考えて天性の人っていうのもいるんですけどやっぱり基本的には考えてやっていかないと、えー、なかなか上達しないんでね、えー、で本業の場で起きる出来事への捉え方が変わったってことですねで結果として本業の取引先に対する接し方とかが改善したりとか、えー、人付き合いというかね、えー、人の接し方人の動かし方っていうのをね覚えると、えー、非常にね生、えー、きやすくなるというか何するにもやりやすくなるんですよねコントロールするということじゃなくてどうしたら相手にとって、えー、メリットを提示できるのかなとかどういうせっかく同じことを 伝えるるんだっったたらどういううういいいいいい言方方をした方がよより人は気持ちくくく動動てててれれのののかかななやすそういう技術のことですよねえこういうのが伸びたよということですね。えー、で、それからスキルが生きると、えー。最後は一番ストレートな本業への影響ってことで、えー、小人株曰くですけど、副業でライティングスキルが身について会社での資料作りに生きたみたいなね、えー、そんなこと言ってましたね、えー。副業一生懸命頑張ることが本業でも活かせるスキルアップリにつながると。これはつまり結果から見れば、就業時間外に自習してるのと変わらないわけですよね。えー普段ね会社 の、えー、事業、えー、会社に関係するスキルとかやらないといけないと思ってても1円にもならないしそれをね就業時間外帰宅後に実習しようと思ってもなかなか人間やる気にならないじゃないですかただでさえしんどいのにねでもそれが副業を始めたことによって結果から見れば副業で副収入を得ながらスキルアップしてで本業に生かしてで本業の成績も上がるみたいなこんなサイクルができれば最高ですよね で、えー、実際、えー、会社のためには頑張れなくっても、自分のためにだったら皆さん頑張れたりするじゃないですか。やっぱりね、会社のために頑張れって言われても、なんで会社のために頑張らんと分かんねえみたいな思ったりすることってやっぱありますよね。でも、自分のためにだったら頑張れる人って多いと思うんですよね。もう自分のために頑張れない人ってもうね、もう誰のために一体頑張るのって話なんですけど、自分のために頑張ってたら結果として本業の自習にもなっちゃったみたいなで。そうすると本業の成績まで上がってしまったなんてことは意外とよくあることで、これは副業を始めてる周りの友人とかに 聞いてもなんか副業始めてからいつでも辞めれる状態になってからの方がやったら評価高くてどんどん昇進してしまうねんなとか言って周りの友達もよく言ってましたね、えー、リクルートキャリアのアンケートでも副業している人の5人に1人が本業に役立つ技術的なスキルを得ることができたって、えー、そういう風に回答しているそうですで次はね副業が本業に与える悪い影響について話したいと思います今はね副業が本業に与えるいい影響について話して,してきたんですけど、えー、悪い影響についてね話したいと思いますでこっちが強く出てしまうと副業のために本業を下ろ 細かにするっていうパターンにハマってしまうんでそうならないための対策についてもね、えー、体験談を交えて紹介したいと 副業が本業を与える悪い影響2銭ということで、えー、この2つですね。1つ目が、効率の悪さが耐え難くなると。これ結構あると思うんですけど、えー、サラリーマンやってるとね、会社内の非効率に生んだりすることってあると思うんですよね。なんでこんなやり方してんのかなとか、ほんとここ融通きかへんなとかね、何も決まらない会議、丁寧すぎる社内向け資料とこんなに丁寧な資料別にいらんでしょみたいなね。何のためにこんなに説明分かればいいのにとか、もうダラダラ喋る上、も早く終わってとかね、えー、煩雑な社内手続きとか、いろいろね、理不尽なこと とととか非効率うんんりすするることあると思うんですよ、ね、副業を始めると、非効率が今まで以上に耐え難くなってきちゃったりするんですよね、えー。例えばですけど、副業を始めた翌年は会社で毎年行われる社長からの新年挨拶が辛くて仕方ありませんでしたって、ねえー、小人は言ってましたね,ね。ホールに入る限りの社員を集めて挨拶を行うそうで、挨拶の開始は朝10時と、えー、社員は9時45分頃から集まり始めると。一人当たりの待ち時間を、ねえー、平均5分としても従業員1000人を集めれば延べ5000分と。 現れたからさらに5000分と合計で1万分約166時間時給を1500円と見積もっても25万円とえ動画で配信してくれるとか放送で流すとかすれば25万円コストカットできるのにとか言ってね まあそんなふうに話してましたね。僕の別の友人とかでも、えー、なんかハワイの方に社員旅行かなとかで行ったんですけど、社員旅行で行ったんだったら楽しめばいいのに、なんかこう全社員集合してのハワイでですよ、なんかホールを借りて集合しないといけないね。でありがたいお話がなんかあったそうなんですけど、それもまたスーツ着ていかないといけないって言ってね、えー、靴とスーツをそのためにわざわざハワイに持っていかないといけないって、もうみんなね、すごいもう不満、不満って言ってね、言ってました。荷物は増えるし、もう靴もかさばるしでなんでハワイでわざわざスーツ着ないといけない だろうってる意味あるるのかとかと言って、ね、怒っててね怒友達いましたで非効率が嫌になってグレてしまうと本業をおろそかにする道へまっしぐらなんですよね、えー、こんなくだらないことに付き合ってられないよとか、えー、そんな感じでまあ、社に構えるようになったらちょっと要注意なんですねただの上から目線の嫌なやつに成り下がってしまいかねないということでね気持ちは非常に分かるんですけどねで僕の知り合いにもね副業を始めてから本業の同僚に対して偉そうになるっていう人もいました同僚を見下したような発言しちゃったりとか会社の非効率さをバカにしたりとか非効率さに疑問を持つってこと は非常にいいんですけど、人に対してどう接するかってね、会社に対してどう接するかってのは別問題なんで、えー、社に構えても誰も得しないですから、ここはね、やっぱり注意したいですね。えー、組織が大きくなれば、どうしても意思決定の仕組みが煩雑になっちゃうっていうのは当たり前なんですよね、えー。会社には会社のやり方があるんだってことを受け入れつつね、えー、効率化に関しては積極的に提案すると、決して職場の人を見下さないってった、えー、こういった意識が大切なんですね。 特にこの効率化については上手に提案できれば自分にも会社にもメリットがあるはずですから、えー、前向きで建設的な取り組みっていうのを意識していきたいかなと、えー、そういうふうにね、えー、思います。ということでね、あ、て、まだもう一つありました。二つ目ですね。えー、本、副業が本業を与える悪い影響2世の二つ目ですね。二つ目飛ばしちゃうところでした。えー、ね、えー、先ほどもね取り上げたパーソル総合研究所の副業の実態と意識調査では副業を行うことによって生じたデメリットとしてね、 られてるんですね、えー。例えばどういうことかっていうと、えー、この辺なんですけど本業に支障をきたしたりとか体調を崩したりとかそういった事例ですね、えー、実際ね小糸株も、えー、副業開始当初は過重労働に苦しみましたって言ってました時間管理がうまくできずに副業の時間が膨張して睡眠時間を削った挙げ句に本業がバッチリおろそかになってしまったって言ってね、えー、あまり良くない状態ですよねでここから得られる教訓は2つと本業の時間は本業に副業の時間は副業に集中することと、えー、それから睡眠時間は絶対 に削らないことですねやっぱ本業の時間はそういう契約ですからね、本業の間はちゃんと本業に集中すると、本業でね、給料もらって副業してるっていうのは、これは良くないですから、それから睡眠時間を絶対に削らないと。 特に睡眠時間の確保っていうのは超重要事項で、事業を始めた直後っていうのは、えー、なかなかね、副業ですね、副業を始めた直後っていうのはなかなか結果が出にくくって、えー、自分を不甲斐なく思うことも多いんですね。そうするとついついね、えー、こんなことでどうするんだと、もっと頑張らないと、えー、時間がないと、えー、睡眠時間をもう少し短くしても大丈夫なはずっていう、こういった思考になりがちなんですけど、あんまり削るの良くないんですよね。睡眠を削ると体つらいし、もうだいたいね、僕とかも夜更かししてしまうと、えー、翌日ポンコツですからね、えー、メンタルも弱くなって、 ちゃうし判断力落ちるし集中力も落ちるしまあ本当にいいことなしとトータルで考えてあまりいいことないわけですね。 なんで、えー、何が何でも睡眠時間だけは死守してくださいと、えー、コビとかは言ってましたの、ね、で僕自身も、えー、企業当初はねがむしゃらに睡眠時間を削って働いたって時もあるんですけど、まあ、今から考えると効率悪かったなともっと寝た方が良かったかなって思うところはありますね10代で若かったね体力があったからいけただけ感があったりとか、まあ、もちろん多少無理をしないといけない時っていうのもあるかもしれないですけどやっぱりベースとしては睡眠時間の確保っていうのが、えー、基地になるかなと思いますということでね、えー、まとめいきたいですね、えー、副業は本業がおろそかになるっていう のは間違いと副業をすることによって本業がおろそかになるってのはこれは間違いだよと、えー、これは思い込みですね。 副業をすることで、本業の魅力を改めて感じるとかね、新しい視点が手に入るとか、効率よく仕事ができるようになるとか、成果に注目するようになるとか、心にゆとりができるとか、人を動かすことについて認識が変わるとか、スキルが生きるとか、まあ、本業にもね、たくさんのいい影響があるわけですね。これ僕の友達も本当にね、たくさん言ってる人多かったですね。本業の魅力を改めて感じるっていうのもね、えー、結構意外な盲点とか、意外とね、いいところを気づいたりするんですよ、今の会社のね。えー、なんか新しい、えーね、お付き合いするパートナーを見つけたことによって、前の人の人 すごくいいいところ見えてきたみたみなね、えー、実際はねこう男女関係でねもちろん浮気したりとか、えー、複数人とお付き合いしたら怒られちゃいますけど会社に関してはね、えー、こういった守られたルールの中で、えー、副業したりとか他のことするのは OK ですからね。 まあ人間、こういうところは見比べることで分かることもあるよねと。どうしても近くにいるとね、家族のすごい優しいところとか、普段からやってもらっているところとか、やっぱ分からなく見えなくなっ,なっちゃうところとかあったりするじゃないですか。そういうのをちょっと離れた視点とか違う角度で見ることで新しくねえ発見できたりしますんで。とはいえ,え、こういうケースでね、非効率な側面のある会社を見,を見下すようになっちゃったりとか、他の人のいいところを見つけて、今の人の悪いところばっかり探すみたいな、これは良くないですよねと。それから過重労働で本業に支障を来たすとか、体調 とかこれによって副業によって本業がおろそかになるっていうケースもないわけじゃないんでこれらを避けるためにはね、えー、そういった組織のやり方っていうのを理解しつつ効率化への提案を行うと、ね、睡眠時間を絶対に削らないっていった、えー、注意が必要かなと思います、ね、副業に興味があるけどと、えー、悩んでるね、えー、サラリーマンの皆さんと本業がおろそかにならないかって悩むんじゃなくって本業をおろそかにしないやり方をするっていう発想でね行ってほしいと思います、ね、副業スタートね、えー、ぜひ始めてほしいと思いますで 100,、えー、100理あって一概なしと 副業はねまあ言い過ぎかもしれませんけど金銭的ダメージもなければ失敗しても全て経験になりますしもちろん唯一副業の難しいのは時間管理ってのもあるんですけど、えー、副業始めるってね超ローリスクハイリターンなんでね、えー、ぜひと、えー、本業がサラリーマン1本でいくっていうのもこれもね今後すごく大きな、えー、リスクなんでね、えー、副業を始めるっていうのは今後にとって今後非常にいい経験になると思いますから。 と、えー、いうことで、まあ、このチャンネルでもね、たくさん情報を配信してます、えー。副業の考え方とか、副業やろうって言ってもね、副業どうして始めたらいいか分からないとか、具体的なハウツーですね何を思い。何をやって、どうやってやったらいいかもう分かんないっていう人とか、たくさんいると思うんで、税金のこととか、実際何をやったらいいのとかね、えー、そのこの稼ぐ編、その辺の疑問については、この稼ぐ編で全部説明してますんでね、順番に見ていってほしいと思います。で、稼ぐ力っていうのを身につけると、その分自由に近づけますから、えー、5つの力のうち、えー、2つ目の力になってるんですけど、タメールの次の力ですけどね、稼ぐ力。本当に あの大事な力で貯めると稼ぐを身につけるだけでもね、えー、それだけで残りの力があんまりなくっても結構人生ね、えー、豊かに生きれたりする人もいるますんで、えー、本当にね大事な力なんで難しいって感じるかもしれないですけど、えー、やっていけばね皆さん着実に、えー、上達していきますから是非、えー、ね一緒にやっていきましょうということで、えー、動画がいいなと思った人に紹介してもらえたりいいねやチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。 あとね、リベダイユルコミュニティ無料でやってます。お金にまつわる5つの力を鍛えるバーですね。まあ本当にこの5つの力、どれも大切ですから、えー、副業の不安とか悩みっていうのもあると思うんですけど、自分1人でやってたら本当にこれでいいのかなって不安になっちゃうと思うんですよ。でも、同じような仲間とかね、同じような、えー、悩みとかを共有してくれるとか、一緒にね、解決してくれるとか、そういった仲間いるとすごく心強いと思いますので、ぜひ有効活用してほしいと思います。今日が人生で一番若い日ですから、えー、ね副業始めようと言っても今更始めてもっていう人もいるんですけど、それでも今日が一番若い日ですから、 えー、副業で成功するにはね副業を始めるってことが第一なんですねやらない理由を作るっていうのは本当に簡単なんで、えー、ああでもないこうでもないって悩むよりもまず一歩踏み出してみることがもう副業において一番肝心なことだと思います、えー、今日からしっかり学んでねいい人生にしていきましょう、えー、今日も行動していきましょうってことで今日も終わりたいと思います今日もありがとうございました